ナイス DTM ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回はトランジェントシェーパー使ってますかっていう内容なんですね。トランジェントシェーパーというのは何かというと、トランジェントといって音のアタックの部分の、強さだったり硬さを、簡単に調節できる、ものなんですね。もちろん音の切れ方も調整することができるという非常に素晴らしいプラグインなんです。もしこの動画が良いと思ったら高評価ボタン、ご協力いただけたら嬉しいです。では実際に音で聞いていきましょう。例えばこういう感じ、スネアの音、この音覚えててですね、これ何にもエフェクトかけていない状態です。で、もともともうなんかコンプレッサーがかかったような、もうそういう音色ではあるんですけれども、ちょっとね、分かりやすくするためにわざとね、ちょっと強烈なサウンドを加えてみたいと思います。で、まずトランジェントシェーパー、というものはロジックの場合はダイナミクスの中の、このこちらですね、エンベローパーという名前なんですね。これはロジック以外の方でもなんかトランジェントシェイパーとかなんかその手のもの入ってる可能性高いので、ぜひ、お持ちの DAW を調べていただきたいです。でもしなかったという方はトランジェントシェイパーで検索いただくと、あらゆるメーカーからトランジェントを調整するためのアイテムが出てますので、ぜひねそちらもチェックしてみてください。で、これまず手軽にやるとどういうことかというと、こういうサウンドなんですよ。この音が、ちょっとかけていきますね。わかりやすいですよね。よく見るとアタックとリリースって書いてありますよね。要するに言うと、音の立ち上がりのアタックのこの部分は、こっち側の原因で調整できますよ。で、リリースはこの原因のね、こっちで、減衰の度合いのも調整できますっていうイメージ。まあ、スレッショルドはね、このかかる度合い、まあ、一番下にすればもうマックスでかかる状態、上にすると何もかからないと。で、そしてこのタイムですよね。この原因は例えば上げた後にタイムでどれぐらいこの余韻の長さをに調整するかっていうのも簡単にできちゃうんですね。これ今からいじっていくんですけれども、じゃあ例えばコンプレッサー、多くの場合っていうのは実はコンプレッサーでこの手の調整というのは、してきたんですよ。多くの場合というか、まあ、基本的にというか、これどういうことかというとね、こうコンプレッサーの動画とか音作りの動画を見てくださった方わかると思うんですけれども、例えばね、このスニアのアタック感を強めたければもうちょっとの圧縮をしてですね、でパツンという感じを出してこのアタックタイムで調整していくと、潰しすぎちゃってるのをこれゆっくりとアタックを遅くしていくと音が立ってきますよね。で、圧縮リリースを遅くしすぎるとなんかずっと潰れたような音になっちゃうから、リリースの速度も慎重に操作すると、そうで、レシオとかね、上げていけば上げていくほど悪の強いこう音になる。で、機種も変えていくとよりこう、ちょっと音量も上がっちゃってるので判断しにくいと思うんですけど、音の硬さが違いますよね。このカッカッカッってない状態だとこうなんですよ。あるととか、あと余韻も伸ばせるんですよね。アタックタイムによってはこのザーザーっていう音がザッザーからザーザーってできますよね。でもこれって結構緻密な設定をしなくてはなかなか難しいんですよね。慣れていないと。あと慣れていたとしてもやっぱりコンプレッサーなので、あくまでも目的は音量を均一化するっていったところがだったりするので、機種にもよるし、色がね、このキャラクターが機種にもよるし、その扱い方によってはこう脚色しきれない、場合もあるんです。なのでここで登場するのがエンベロープシェイパー。例えばここで過剰な設定してみましょうか。わかりますか？これ伸ばしていくと、このファーっていうなんか余韻が長いですよね。そして、このリリース、これも変えてみると、こうやるとパツンって消えますよね。ディケイが短いみたいな音。これ長さ変えられるんですけど、ほら、もうトントントンみたいな。ここまではコンプレッサーではできないですよ。っていう感じ。で、そして、じゃあ、これ伸ばしましょうか。そう、こう余韻をこう膨らますことができるのが面白いですよね。そうすると、ほら、ふわーん、ふわーんってなりますよね。とか、頭よりもお尻の部分を強調するような音作りもできちゃったりするんですね。で、もちろんアタックをなくせば、こうリリース、アタックタイム、シンセでいうところのアタックタイムを遅くしたような、ふわーって音も作れちゃうっていう感じ。
じゃあちょっとこれでアタック強めた音作ってみましょう。それでオーケーの中で聞いてみましょう。まあかなりアタック強いですよね。こんな感じで、リリースもちょっと伸ばしちゃいましょう。派手に。これでオーケーの中で聞いてみると、ないとかなり派手なサウンドになりましたよね。じゃあこれ逆に、なしにしましょうか。この原因をもう余韻を短くしちゃう。こんな感じ、もうタスンタスンみたいな。これ聞くと、もうこれこれでげていくと、こうだと、なんか全然聞こえ方が違いますよね。まあここまでやるなら別のスネア選べばいいじゃんっていうね考えもあるんですけれども、でもね、この加工するっていうテクニックを頭の中に入れていくと、あ、今回はコンプレッサーではなくてエンベロープシェーパー使っちゃえっていうのも本当ありなので、ぜひ活用してみてください。もしこの動画が良ければ高評価ボタンワンクリックしていただけたら嬉しいです。今回もご覧くださりありがとうございました。ナイス DTM くんでした。